花瓶は切り花を刺す目的で用いられる容器である。一般には置物であるが、壁にかけて用いるものは掛け花瓶という。なお、牡蠣の花籠には、花瓶と一体になっているものと分離しており、内部に花瓶を収めるものとがある。中国の花瓶花瓶の色、形、模様、材質、及び大きさは多様性に富む。多くの花瓶は、刺された花を、 よりよく見せるようにデザインされている。花瓶の外見は中に刺される花の印象を左右する重要な要素であり、同じ花であっても別の花瓶に飾れば異なる雰囲気を醸し出すこともしばしばである。花瓶の構造上の各部分は人体構造の各部分に例えられる。花瓶の底はしばしば足と呼ばれる。花瓶が容易に倒れないように足は安定感があるよう設計されている。 足の上に銅があり、多くの場合、膨らみを伴う。銅の上部である方にて、花瓶の小道は、急速に狭まり、首につながり、鼻を差し込む口が開いている。もっとも、すべての花瓶がこれに当てはまるわけではない。例えば、かけ花瓶の足は、尖っていたり丸みを帯びているため、自立できないものもある。現代的なかけ花瓶の中には、 首と胴の境がない主権管のような形をしたものも存在する。一般的に蓋はなく、水を入れることから、耐水性がある陶器や磁器、金属などの材料が用いられる。小型のものは一輪差しと呼ばれる。オリンピックの様子を描く古代ギリシアの花瓶コラプシブルベースの一輪差し、古代ギリシア人は花瓶に風景を描いていた。その描写は、今日の考古学者たちに、 当時の生活に関する貴重な情報を提供している。ザクセン選定校、フリードリヒアウグスト一世は、東洋の時期の熱心な収集家であり、景徳地にありタで作られた花瓶をめでた。選定校の東洋製花瓶に対する熱狂を伝える、逸話の一つに、プロイセン王が所持する政治花瓶を入手するため600人の自国兵士との交換を申し出たという話がある。 剪定校の収集物はドレスデンのツビンガー宮殿に保管されている。ポール・セザンヌ、青い花瓶花瓶はそれ自体が芸術作品として発展してきた。芸術的に優れた花瓶は花がない状態でも部屋の装飾となりうる。花瓶のデザインを専門とする芸術家は花瓶デザイナーと呼ばれる。世界的に有名な花瓶デザイナーとしては2003年。 ターナー賞を受けたグレイソン・ペリーらが挙げられる。花瓶は生物画の対象ともなる。花を主題とする絵の中で副次的に描かれる場合が多いが、花瓶をフォーカスした作品や花瓶のみが描かれた作品もある。セザンルなどに代表される印象派画家の作品においてそういった傾向が強く、花びらを透かす光の柔らかさと花瓶の硬質な輝きなど、 全く質感の違う素材を調和させて描く技術が求められた。花瓶は英語でベースと呼ばれる。ベースと花瓶は若干意味を意味する。日本語の花瓶は花の字が入っていることからもっぱら花を飾るための容器を指す。一方でベースにはそのような制限がなく花瓶のような形をしたペン立てもベースと呼ばれることがある。ベースはベッセルと 同語源と考えられている。また、アーンと呼ばれるものを花瓶として使うこともある。また、欧米では、花瓶と植木鉢の実用的区別が比較的曖昧である。排水口のない装飾用植木鉢に鉢植えをすっぽり、収めたり、花を生けたりもする。このような装飾用植木鉢を英語で、ジョルジニル、キャッシュポットと呼び、幸い用の植木鉢を、フラワーポット、 プランター等と呼ぶが、これらも、また厳密に区別されているわけではない。ありがとうございます。